よし、それじゃあ元の世界に帰りますか。お、よかった、合流できたね。じゃあ帰ろう。ちょっと何ちょっと知らないふりしてちょっと帰ろうか。あれやっぱ知らないふりはできなかったか。目当てのものは見つかったのか、人間どもよ。あ、こいつらさ、あれじゃないの、漁夫の利を狙ってきたんじゃない。待ちくたびれたぞ。凍結。くそ、また仲間を連れてきたのか。ほらほら、お前のせいで俺まで怖がられてるぜ。ダメだろ、人間には愛想をよくしておかないとさ。はい。は、申し訳ございません。こんにちは、人間の皆さん。俺と会うのは初めましてだったかな。あなた誰？おいおい、そんなにビビらないでくれよ。ちょっと聞きたいことがあってさ。この辺でかっこいい剣とか拾っただろ。例えば朱雀蒼天山って名前の剣とかさ。ちょっと何のことかよくわかんないけど。やばい、ちょっとトーマが一番強いんじゃねえのね。あいつが一番人間離れしてんな。みんな逃げて、ここは俺が食い止める。えらいね少年、仲間を助けるなんてかっこいいじゃないか。でもお前はここでおしまいだ。妖精剣をよこしな。ちょっと待ってよ、バトル続きだね。しかも今回2体じゃないですか。さあ、久しぶりのこのメンバーだね。でもそんなにヒットポイント高い感じしないけどね。凍結もそんなにヒットポイント高い感じしないね。凍結狙いでいこう。オッケー。さあ、やるしかないな。へい、はい、避けて。はい、あ、なんか主典通りになんかターゲット変わった。よし、オッケーオッケー、大丈夫だ。さあ、脅威召喚しようか。来た来た来た、おらー、もう関係ない、おりゃー。もうボコボコで何が分か、何なのかもう分かんないことになってる。よーし、いった、やべ、強すぎる。まず凍結やっつけたんだよね。あ、やべ、トーマが元に戻っちゃった。よくって、あともう少しだよ。これ完全に勝てる戦いじゃないですか。こんなに俺たち強かったっけ。よし、よーし、いった。僕たちの勝ちだ。でもこいつら結構ラスボスじゃないかもしれないけど、ラスボスに近い感じのボスだよね。 D ランクなんですけど、いいんですかね。ってことは今回の妖怪ウォッチ4はラスボス倒してからの結構その後の要素が結構多いのかな。いつもなんかラスボスは A ランクぐらいでやっつけるよね。え、何これ、さっきキリンからもらった鍵、どこに繋がってるの。わかんないけど行くしかないでしょ。みんな、あ、そのキリンからもらった鍵っていうのは一体何だったのかな。俺その鍵を使って朱雀に会いに行って、で朱雀をゲットできんのかなと思ったんだけど、完全に違ってたよね。急ごう、あいつらが来る。
逃げたか。いや逃げたかっていうか、あなたたちボコボコにやられてましたからね。何これ、助かった。でもさっきのドアゼロっていうロックがかかってるよ。え、あれ妖怪ウォッチゼロのゼロのやつかな。で、あれなんか、あ、そっか、ここで真の世界か。寒い。ってことは5人目のウォッチ使いは稲穂ちゃんじゃなかったね。稲穂ちゃん今回出てこないんだ。ふみちゃんはもう出てくるのは確かあの記憶にあるんだけど、ここはどこなのかな。お、なんかこの世界結構昔な感じしない？なんか街の人の服装が結構なんか対照的な感じがする。ここどこ？どうなっている？やつら何か奇怪な力を使ったようでしたが、この扉、今ニヤッでしたね。第4章雪の降る町。第3章はめっちゃ長かったよ。ようやく第4章、この感じだと第5章かな、全部あのラスボスまでは。うわー、これ絶対大正は言い過ぎか、昭和な感じがする。でも奥にオリオンって書いてあるしね、オリオンビールかな。ふう、ギリギリでしたね。私今度こそダメかと思いましたよ。いや、助かったのはいいけど、俺たちどこに来ちゃったの？っていうか、めちゃめちゃ寒いんですけど。夏目がえらいことなってるね、あれ。半袖短パンだからね、お前。元気な小学生みたいになんで格好しちゃってんだろう。雪、ここは冬なのかな？人間界であることは間違いなさそうだな。寒、足が冷てえよ。みんな見て、扉がなんかがっちり封印されてもう帰れない感じがするね。なんか、うわ、なにこれ、もしかして。ダメだ、さっきの鍵を使っても反応しないぞ。どうなってるんだ。そんな、どうしよう。これさ、ゼロっていうのは妖怪ウォッチゼロ式の方なんじゃないかな。違う、これってもしかしてまた元の世界に帰れないパターンのやつ。どうやらそのようですね。ミス、おや、驚かないんですか？いやいや、驚いてるよ。でも前もあったしさ、今回もなんとかなるかなって。あら、意外とポジティブなんですね。まあ、ケイタくんらしいですけど。爆笑してるんだけど、あの二人。この状況で。今、ケイタくん腹抱えて笑ってたよね。え、うちのお父さん、この状況で前向きなんですけど。なるほど。さすがは伝説のウォッチ使いか。ちょっとバカにしてない、それね。おいおい。感心してる場合じゃないだろ。扉が使えなきゃ、ここから帰れないんだぞ。ああ、ごめんごめん。こっちに来るときにしか使えないのか。それとも何かの条件で今は閉じられている？この文字は一体。なんとか帰る方法を探さないと。っていうか、ここ寒すぎるし。だな。とにかくこの寒さはやばい。よっしゃ！よし！こういうときは情報収集だ。まずは聞き込みをして、ここがどこなのか調べるぞ。まあ、とりあえず日本だよね。太陽テレビって古いな。
太陽テレビ。お、待って、またびっくりマーク。ちょっと待って、車がもう古いもんだって、ほら。これ。まあ、多分昭和、もしくは平成初期かな。てか、俺、この映画見たんだけど、時代がいつなのかちょっと見てなかったな。あ、ちょっと待って、おばちゃんにまず聞かなきゃいけないのね。あーら、ちょっとあなた、こんな真冬に、なんて寒そうな格好しているの？めっちゃびっくりされてるよ。それはいろいろありまして、ていうかでもたまにこういう人いるよね、真冬になんでそういう格好してるのみたいな。今は12月よ、そんな服じゃ風邪ひいちゃうわよ。なるほど、今は12月なのか。道理でこんなに寒いわけだね。でもどうしてこんなに真冬に飛ばされたんだろう。マジか、東京だと12月だと雪降らないけどね、あんまり。うん、意外と降らないよね、12月でも。お、来た。今度はこのジャリンコどもだ。なあなあ、とうとうお前ん家にあれが来たんだろ？うん。うん、とうとう僕の家にも来たよ、あれがね。そう、カラーテレビが。うわあ、これ古いなあ。平成はなくなったね。ってことは、今から40年ぐらい前かな。すげえ、早く見に行こうぜ。うん。もう白黒テレビには戻れないよ。これからはカラーの時代だね。白黒テレビ。相当昔の話をしているような。そっか。もしかしたら僕たちは何十年も前の世界に来てしまったのかもしれない。カラーテレビでテンション上がるんだね。確かに、ゲームボーイがカラーになった時、俺テンション上がったけど、多分そういう感じかな。ちょっと今女の子にぶつかっていったよね。謝んないのかな。すみません、お尋ねしたいことが。ここは何という町ですか？ん？ん？よそから来たのかい？ここは桜本町だよ。桜本町？そんな、まさか僕たちが住んでいる町と同じ名前だ。あの桜本町と何か関係が。聞き込みをした情報を整理してみると、どうやらここは何十年も前の桜本町のようだね。うおー、過去の町に来れたのは何か感動だけど、今はそれどころじゃないぞ。そんな、俺たちずっとこの時代に取り残されちゃうのか。ねえねえ、それもそうなんだけど、俺寒くてもう限界だよ。一番暖かい格好してるけどね、圭太くん。確かに私も厳しいかも。どこかで温まれないかな。皆さん、こんな時こそあの妖怪の出番ですよ。そう、あれですよ、あれ。おいおい、あやふやだな、しっかりしてくれよ。メラメライオンかな。こういう時はいてほしい妖怪といえば、そっか、あの妖怪がいたんだ。紹介じゃないや。召喚、出てこい、メラメライオン。うわ、その姿で出てくる？怖いんだって。頼んだわ。お願い、メラメライオン。私たちを温めて。メラ。ああ、あ、よかったよ、それで。温めるって言うから、もしかしたら抱きしめてくんのかなと思ったんだけど、そっちでよかった。おお、一気に温まってきた。これなら全然寒くないよ。うんうん。やっぱり一家に一台、メラメライオンだね。おいおい。これ便利な妖怪だね。妖怪を家電みたいに言うなよ。実際助かってるけどさ。メラ。なるほど。さすが伝説のウォッチ使いの娘か。冗談だって。ありがとね、メラメライオン。めっちゃ見られてたじゃん今。でも妖怪ウォッチ持ってないよね。なんだ今の化け物。いや、ちょっと格好がおかしいよお前も。寒くないのかな。あの子もしかして今のメラメライオンを見て驚いたのかな。ってことは妖怪のことが見えるんじゃないか。何か手がかりが聞けるかもしれないぞ。おい、そこの君、
ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな？あ、逃げちゃった。